ここからならホローエリアの管理システムにアクセスできると思います。やってみます。開きました。少し待ってください。
これはプレイヤーデータと AI データの重複チェックシークエンス。あ、中でエラーが発生しています。はい、重複チェック中に想定外のエラーが発生したようです。ホローエリアでは実在するプレイヤーのデータをもとに AI が ID を作成しています。ただホローエリアには実在のプレイヤーとそのプレイヤーの AI が同時に存在しないように。ID の重複チェックを行っているんです。その通りですパパ。 AI を優先的に削除する仕組みになっていますので。では同じプレイヤーが存在した瞬間、AI が同時にいることを NG と判断し、ID を削除します。使用したテストデータに支障をきたしてしまう可能性があるためですね。この重複チェックにより本来は絶対にプレイヤーと同じ AI は出会わないのですが、重複チェックの最中にエラーの原因が発生したみたいです。パパ、その原因ですが、はい、わかりました。これはフィディアさんです。パパ、嬉しそうですね。その時は一時重複チェックの機能が作動していなかったと推測されます。イレギュラーが重なり、本来起こり得ない出来事がフィリアさんを特殊なステータスに変え、エラーとして認識されていると思われます。ですが、このコンソールではエラーを解除できません。このホローエリアのどこかにある中央管理コンソールにアクセスする必要があります。
フィディアさんの行方についてですが、もしかするとこの大空洞エリアにいるかもしれません。この大空洞エリアの中層とボスが配置されている部屋への扉に封印が施されていました。おそらくですが、プーが封印を設置したのではないかと思います。はい、つまり封印の先にフィリアさんがいる可能性があります。このコンソールから中層とボス部屋の扉の封印を解除しておきました。いえ、パパに喜んでもらえて私も嬉しいです。また何かあれば聞いてください。はい、何？分かったわ。よろしく。
そう。キルト、行けるっけ。了解です。
Keep up!